こんにちは、慎太郎です。はい、ということで早速タイトルに書いてある通り、1時間1万円で慎太郎の本気のオフライン相談会を開催します。よっそら。はい、ということで今回はですね、本当にタイトルに書いてある通りなんですけども、1時間1万円でですね、あなたの人生の悩み、慎太郎に相談したいこと、僕のこれまでの人生全てをですね、もう何でも相談会ですよ。いつもやってる無料相談会。これをオフラインで相談会開催したいと思います。はい、ということで、なぜ1時間1万円なのか、なぜついに慎太郎はオフラインの相談会を開催するのか、これらの点についてですね、今から説明していきたいと思います。はい、ということでね、実はですね、この動画普段見ていただく方、本当にいつもありがとうございますということで、実はですね、5月1日にですね、慎太郎の、公式 LINE アカウントが、開設されました。ここでですね、公式 LINE の、追加していただいた方にですね、オープン記念ですね、本当全員に無料参加しますという方で、もう延べね、60人の方からですね、応募いただいてですね、5月ですね。5月通してですね、約60人ぐらいの方と、ずっとズームでですね、無料相談会させていただきました。本当にね、無料相談会させていただいた方々、本当にご応募いただきました。本当にありがとうございます。はい。そこでですね、60人こう面談してみて、感じたこと、気づいたこと、また、視聴者の方からご要望いただいた点がございましたので、こちらちょっとね、共有させていただきたいなというふうに思ってます。まず60人ぐらい、来ていただいてですね、本当に、マジで、嬉しかったです。はい。これはもう本当に、ありのままの自分で言うと、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、ただですね、ちょっと僕の方も30分、かつズームっていう形でね、区切ってしまったので、なかなかね、時間が足りないだったりとか、ズームってやっぱどうしても通信がね、通信エラーがあったりとかで、ちょっと途中で途切れちゃったりとか、なかなかうまくこう伝わりにくい部分、オンラインやってる方わかると思うんですけども、あるじゃないですか。やっぱりオフラインよりも。っていうところがあったので、やっぱそこでなかなかこう相談が全部できなかったりだとか、次の方がいるのでね、30分で終わっちゃったりだとか、もうちょっと相談したかったですっていう方も一部いらっしゃったりっていうことが、一部起きましたというところと、一方でですね、これが一番やっぱ嬉しかったんですけど、対面で会いたいですという声をですね、多くいただきました。はい。で、基本的に無料相談会希望っていう形で、公式 LINE にはね、応募いただいてると思うんですけども、そこの中でですね、ぜひ慎太郎さんは188センチ92キロあって、もうとにかく体でかいんですよ。僕対面だった方多分ほとんどいらっしゃらないかなというふうに思うんですけど、もうとにかくね、よく言われるのはもう対面影響力えぐいみたいな、圧倒されると、自分であんまり言いたくないですけど、なんかが解き放つ何かがあるらしくて、とにかくあって、うわっていう感情を描くらしいんですよ。僕は知らないんで、めっちゃ棒読みで読んでるんですけど、なのでぜひ一度対面で会ってパワーをいただきたいですみたいな声をね、すっごいいただいたんですよ、実は。で、ちょっと僕も今回一律ね、ズームで30分っていう条件で、皆さんさせていただいてたので、ちょっと今回はちょっとズームで30分お願いしますって形で、やむを得ずね、ズームさせていただいたんですけど、やっぱそういう声がかなり多かったなというのと、対面で結構会いたい方多いんじゃないかなっていうところを皆様からいただきましてですね、どこかでそういう機会を作れたらなというふうにずっと考えていた、そんな5月でしたと。はい。もう一個ですね、直近かな、5月末にですね、はい、こちらなんですけども、慎太郎、今副業で入っている会社がありまして、そこでの、慎太郎の、座談会という形で、ね、こういった機会をいただきまして、いろんな、オフラインイベントをですね、実際に実施させていただきました。はい。で、実はですね、ここ3人ないし4人ですね、実際にいらっしゃってですね、僕と実際対面でいろいろお話しさせていただきました。はい。すごい濃密な1時間半2時間ぐらいだったかなというふうに思うんですけども、やっぱ終わってから、いや、もう実際対面だってえぐかったっすとか、やっぱ本当にいろいろ話せてマジ良かったっす、全然オンラインと違うっすみたいな声もいただいたり、やっぱりなんかオンラインとオフラインやっぱり違うなというふうにも感じましたということでですね、この度対面オフラインイベントを企画しちゃいました。あ、なるほどねと。対面イベント、慎太郎オフラインイベントついに開始するのかという形で納得いただいたかなというふうに思うんですけども、冒頭僕が申し上げました1時間1万円これなんでっていうふうに思う方いらっしゃるかなというふうに思ってます。次ね、ここの理由を説明していきたいと思います。はい。
はい、でなんで1時間、まあ、ないし60分から90分で1万円で価格設定をしたか、もう大きく理由は2つあります。まず1つ目、もうね、僕は嘘つけないというか、嘘つきたくない、あれのまま自分で行きたいんで正直に言いますけど、慎太郎の今の自分の市場価値を知りたい。いや、まあ拍手じゃないか、あの市場価値を知りたいんですよ。どういうことかっていうと、本気で慎太郎に対面で会いたい人で、60分ないし90分で慎太郎と話したい人、慎太郎にそのぐらいお金を払っていきたい人が今どのぐらいいるのか、自分の市場価値ってどのぐらい高いのか、これを今回せっかくの機会なので僕はちょっと見たいなというふうに思ってます。見たいというか、自分の市場価値ってどのぐらいあるのか。こんな新卒3年目だけど、こうね、毎日ガン決まってバイタリティ高く、自分の何をやりたいことが明確で突き進んでいる、まあ、そんな新卒3年目サラリーマン、こんな慎太郎に会いたい話したいっていう人が本当にどれぐらいいるのか、お金を払ってでも来たい、対面で会いたいです、もうなんとか自分の人生を相談したい、まあ、何でもいいんですけど、何でも相談かなって、そういう人がどれぐらいいるのか、この市場価値をちょっと僕はね、ぜひ見たい。自分は今どのぐらい市場価値があるのか。でこれはね、自分がまあゆくゆくはね、自分で起業するですよ。まあ起業する、まあちょっとドキュメンタリーチックな話になるんですけども、自分が起業する上で自分の市場価値、これはやっぱね、自分が現在地どこにいるのかっていうのを常に把握しなきゃいけない。で把握した上でどんどんこれを高めていくってことをしなきゃいけない。っていうところで、今現在地自分はどこなのかっていうところをまず見ていきたいなというふうに思ってます。これね、60分ないし90分で1万円というふうにバーンってこれ発信してるんですけども、実際これでね、0人かもしれないし、いや3人かもしれないし、5人かもしれないし、10人かもしれないしというふうにね、実際どうなるかわからないんですけども、これもやっぱ蓋を開けてみて何人来たかっていうところもまずあるし、来ていただいた、方にですね、自分が実際にじゃあ対面で会いましたっていう時に、その後にいや1万円めちゃくちゃ高いんだけどってもし言われたら、それまでの自分の市場価値だし、逆にいやもう1万円だと安いぐらい、この時間は本当限りのない、すごい大切な、とっても自分にとっていい機会になりましたというふうに思って思われるのであれば、あ、1万円やっぱり妥当なのかなとか、ないしもっと、実は安いんじゃないかなみたいなこともわかるかなというふうに思ってます。これはある意味ね、僕にとっての挑戦でも、はい、ありますっていうのが大きく理由の一つ目です。はい、で2つ目はですね、来ていただく皆さんにハードルをちょっとね、設けさせていただきたい。これも本当正直に言うんですけど思ってまして、やっぱり本気で困っている人、お金を払ってでも、いやもう絶対に慎太郎さんに会いたいし、ここで話したいし、もうこんなお願いをしたい、あんなお願いをしたい、こんな相談をしたいいう方って一定数やっぱいらっしゃるんですね。やっぱ本当に DM で長文くださったりする方いらっしゃったりだとか、実際に友人づてでもうなんとかちょっと話を聞きたいです、僕に話をさせてくださいみたいな方も結構いらっしゃったりしますので、やっぱそういった方々、僕も本気で60分90分本気で、その人に向き合うんですよ。もうずっとその時間集中して、なのでやっぱり生半可な気持ちでやっぱ来られてほしくもないし、本気でこの自分の人生こうなりたい、ああなりたいとか、自分の悩みっていうのも相談してほしいなというところで、一定その金額のハードルを設けさせていただいているという、この2つになっております。自分の市場価値を試したい、そしてハードルを設ける、この2つになっております。はい、ということでね、これが主な理由にはなっております。で、タイトルに書いてるか分かんないですけども、毎月限定3名様と一応させていただきます。はい、でもう何人来るか分かりません。0人かもしれないし、5人か10人かもしれない、これはもう分からないんですけども、一旦限定3名とさせていただきます。で理由としては、僕が全力で向き合って、今の土日のね、いろんなことやってる中で、本気でその、自分の生命時間を来ていただいた方に使うわけですので、そこを今、マックスキャパが大体3人ぐらいかなっていうところで、3人と設けさせていただいてます。で基本的にご応募いただいた中からですね、先着順という形で、先着と、その金額を支払っていただいた方から順番に決めさせていただくという形になってますので、ぜひね、ご応募いただければなというふうに思ってます。応募方法はですね、公式 LINE の方からですね、慎太郎とのオフライン相談会希望という形でですね、打っていただければ僕の方からご連絡させていただきます。はい、ということになっております。はい、ここまでね、一旦の説明にはなるんですけども、
一方で、実際にじゃあ、お金払って慎太郎に会いに行きました。で、あ、ごめんなさい、これ言うの忘れてた。東京都内で開催しようと思いますので、ぜひね、東京在住の方は来やすいかなと思うんですけども、他の他県の方もですね、なるべく東京で開催したいと思ってますので、まあ、そこはまた都度ご相談いただければと思うんですけども、基本東京で開催できたらなというふうに思ってます。ちなみに僕1年目の時ね、岡山からね、わざわざ大阪にいらっしゃった子とか、福岡から大阪にいらっしゃった子も、いらっしゃったんで、はい、まあ、その後やっぱ熱量がある方がいらっしゃるんだなって僕もすごい感謝しているんですけども、基本東京で開催できたらなというふうに思ってます。どうしてもという方はぜひねご連絡いただければというふうに思ってます。はい、そうで、慎太郎に会って何の話ができるの、慎太郎ってどんな話ができるの、まあ、これめちゃくちゃ気になってる人いると思うんですよ。当たり前で、これは当たり前だと思ってて、なんでかっていうと、慎太郎ってまあ普段の Vlog で本当に朝起きて仕事内容を一切出せないんで、仕事の話一切してないんですよ。で、会社名も言ってないんで、あ、これ全部言います。はい。まず、全部言います。はい。で、僕の会社の内容は基本的に社外費なんだけど、まあ、どんな実績を残したかみたいなところは、こちら。はい。こちらね、自分が入ってるベンチャーのところで、まあ、一定ちょっと成果みたいな、この社会人、働いて2年間の、まあ、ざっくりした成果みたいなところをね、記載させていただいてますので、まあ、ぜひね、こちらで気になった方はですね、まあ、慎太郎の仕事力もぶち上げてるぞということは、この実績で、まあ、わかるから、まあ、全然まだまだですし、これからなんですけど、一定はぶち上がってはいるかなというふうに思いますので、ぜひこちらも相談したい方はね、ぜひこちらご参考までにというところでございます。はい。あと、基本的に、まあ、慎太郎が話せるところでいくと、なぜ慎太郎はそんなに自分の人生やりたいことがバシッと決まって、それだけ自分のやりたいことを明確に決まっていて、毎日やること、継続すること、1年後、2年後、3年後、4年後、5年後のゴール、ないしその先のゴールも全部明確に決まってるのか、どうやったらそんな毎日バイタリティ高く人生歩めるのか、なんでそんな毎日ワクワクしてるんですか。ここはね、もう一番僕が語れる内容ではあります。今この動画を見ていてね、いつも慎太郎から元気をもらってるとか、慎太郎動画を見て元気を与えていただいてる、まあ、そんな方ですね。本当にいつも動画を見てる時ありがとうございます。はい。ただですね、まあ、慎太郎の動画を見ていて元気をもらっているかもしれませんが、対面で会うとですね、もうそれどころじゃないですというところと、やっぱりその、僕は人生はですね、まあ、時間とお金の使い方やなというふうに思っています。まあ、僕みたいにね、ひたすら土日もね、ベンチャーで自分の YouTube 撮影いろいろやったりだとか、積み立てにさ切り崩して、たまに引っ越して追い込んでね、さらに自分でいろいろ稼いだりとか、夢に向かって、前進したりみたいなことはね、あると思うんですけど、本当にこう、お金と時間の使い方だと思うんですよ、社会人は。はい。なので、まあ、1万円と聞いてね、高いか低いか、もうこれは本当に解釈でしかないですよ。1万円という人生に対して、高いか低いか、使い道も本当人それぞれだと思いますので、まあ、ぜひね、こういう機会を今回は、設けさせていただきますので、まあ、ぜひこの機会、慎太郎に会いたいな、慎太郎に本気で相談したいな、そういった方は、ぜひ、公式 LINE から、オフライン相談会希望という形で、ご応募いただければというふうに、思ってますということで、また、応募いただいた方は、ぜひ、会いましょう。